クルトゥルベー版とは、スウェーデンのウメオに建設中の文化センターである。クルトゥルベー版とは、文化構造という意味であり、ウメオが欧州文化首都を担当する2014年に、市内の新旧の文化組織が入居するために作られた。クルトゥルベー版は、ウメオタウンホールの隣にあり、ストール通りとウメ川の間にある、ヘームダル地区の大半を占めている。クルトゥルベー版の工事は2つの橋の間の都市、開発プロジェクトの一環として2011から2014年に行われた。工事の発注者は、ウメオコミューンと地元の不動産会社のバルチックグルッペン社であり、建物は合弁企業のベーバン AB が所有している。クルトゥルベー版は、ストランド通りを南北に挟む2つの建物で構成されている。2つの建物の間は3階にある、空中回廊でつながっている。ストランド通りの南には、ウメ川があり、南側のブラックボックスと呼ばれる建物の4階には、展望室が設けられている。北側の建物の4階より、下のキザ橋には、市の図書館やウメオの行政機関が入居する。市場ホールもあり、ストーラホテルの方に行くことができる。5階より上は、バルチックグルッペン社が後援するホテルや会議室、レストランが入居する。建物の総面積は 24,000 平方メートルで、建築費用は内装を除いても総額7億、クローナに達する。設計は、ノルウェーのスノヘッタ社とホワイトアーキテクテール社であり、両社はウメオ大学芸術キャンパスの建物もいくつか建設している。クルトゥルベー版の外観は斬新だが、2006から2008年に、デンマークのコペンハーゲンで建設された建物とよく似ており、氷説だとする意見がある。デンマークの建物は、ヴィルヘルム・ラウリッツ・ナーキー・決定社によるもので、この会社は、クルトゥルベー版の設計とは無関係である。一方、ノルウェーの設計会社は、氷説を否定している。またこの他に市とバルチックグルッペン社の関係や、建設費、図書館の移転についての論争もあるという。クルトゥルベー版には以下のような活動に関連した施設が入居する予定である。カルチャーベイブン P、コジェン、オムプロジェクテッド。メインヨコンムン、2014年4月7日閲覧。ABCDEF Google 翻訳、ゲットレディカルチュラルファブリックのオグアイテッド、インオータム2014。VK、2014年3月25日閲覧。アベトルクラート FR カルチャーベイブン。ウメア、セ、2014年3月25日閲覧。バブン FRN、リニングティルファーディグッドハス。カルチャーベイブン、セ、2014年4月28日閲覧。ホワイトアーキテクター、プロジェドベスクリベニング。2014年3月25日閲覧。デッドアルムーケットライクト。SVT、バスターボトンスナイト。2014年5月3日閲覧。プンクスズトゥーボーグシド。アーキテクターゲイド、セ、2014年5月3日閲覧。バブンフォーバナンスバートリックドンスカバイググネイダー。トタルトメイヨ。2014年5月3日閲覧。フェイクタ、クルリンスファスカルチャーベイブン。VK、2014年3月25日閲覧。デモンズハスピー、ハムマガスネット。メインヨコンムン、2014年5月23日閲覧。ありがとうございます。